はい、まあ、そうですね、まあ、ゲームの流れ的に、まあ、これだけ前半で点差がつくとは正直思わなくて、愛媛さんもっともっとやれるチームだと思うので、今日みたいな展開には明日ならないと思うので、しっかり明日もう一度、僕ららしい、バスケットをやるべきことを一つ一つやって、明日、トメの皆さんも、1年に1回なので、しっかり、元気を与えられるように明日もファイトしたいなと思います。以上です。